アップルラシードです。はい、今日は裏ルートを何回越せるかやっていきたいと思います。これ多分一番難しいところやん。最初から一番むずいところ出てきた。ここがすっげえ難しいんですよ。うわし、切り抜けた。よし、オッケー。まず1個目越せました。あと何個越せるやろな、裏ルート。裏ルート越すためにはあと通常もなんか進めていかないとダメなんで、結構難しいです。オッケー。あったら絶対入る、裏ルート。あ、なかなか裏ルートが見つからないです。OK。よし。裏ルート2個目入ります。これいつミスるかわかんないかな。うわ、やばい。またむずいとこ来た。ここ嫌いや俺は。難しいとこ多いですよ、裏ルート。やっぱりニコで終わるわけにはいかん。よし、いけた。2個目抜けれました、裏ルート。2つ目っていうか2個目か分かりませんが、あーし、リアクボスやっぱ難しい。よし、あ、3個目です。成功は3回ですよ。裏ルート何回だっけ。あ、2回でした。すいません、2回です。成功は今、2回やってます。現時点で。うわぁ、長いし難しいっすね、裏ルートやっぱり。よいしょ。3回クリアしました。裏ルート3回目です。よいしょ。300ボスクリアー。あ、400。お、裏ルートまた見つかった。4回目の裏ルートです。成功したい、これ。もったいねー、ここでミスるともったいねー。はい、ということで裏ルート成功は3回でした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。